さてここからは気象庁の危険度分布キキクルを見ていきます。このページはパソコンやスマートフォンで気象庁キキクルと検索すると誰でも見ることができます。はい、キキクルはどこで災害発生の危険度が高まっているかを確認することができるんですが、こちらはですね、土砂災害の危険度を色別で表した地図です。はい、警戒レベルによって黄色から赤、紫、黒と危険度が上がっていくんですが、現在ですね、九州南部、台風が接近している九州南部を見てみますと、宮崎県やまた鹿児島県で一部いつ災害が発生してもおかしくない紫色のエリアがかかっていますね。はい、現時点で愛媛県はですね、少し拡大して見てみますと、はい、南予の愛南町や宇和島の一部に赤色となっていまして、警戒レベルとなっています。はい、台風はこの後愛媛県内にも接近してきます。これまでに降った雨、そして今後の雨で危険度が高まる可能性は十分にありますので、このキキクルをチェックしながらお住まいのエリアなどがどうなっているのかをこまめに確認するようにしてください。またキキクルの色が紫や黒ではなく、まだ黄色だから安全安心ではありません。黄色になると注意レベルとなります。備えを進めるきっかけとしても活用してもらえればと思います。またキキクルは土砂災害だけではなく、浸水のリスクや河川のリスク、洪水や河川の増水洪水のリスクなども、こちらのアイコンをクリックすると見ることができます。はい、操作方法や見方がわからない方には、ご家族や身近な人が代わりに調べてあげるなどして、みんなで情報を共有していただきたいと思います。